朝だ朝だよ、花子が昇る。おはようございます。ガーッと元気に行きましょう。諦めんなよ、諦めんなよお前。どうしてそこでやめるんだ。そこでもう少し頑張ってみろよ。ダメ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 、諦めたらあともうちょっとのところなんだから。いつ含み損がなくなるんだろう、いつ含み益になるんだろう、いつ嫁から怒られなくなるんだろう。いつ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 言うんじゃねえよ。じゃあ見てみろ、楽天の三木谷社長を。白人美女大好きと言われても、60歳なのに20代の若い女の子を金で買ってると言われても、楽天証券は変わらず毎日毎日僕らの含み損を表示してくれてるんだぞ。それがお前はなんだ。何を暴露されているわけでもないのに、くよ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 しやがって。2021年12月の高値から米国株を始めてしまった。悔しがればいい、泣けばいい、それが人間だ。生きていける含み損ぐらい。できるできる、君ならできる、僕は本気だ。君は本気か。できるできる、君ならできる。大丈夫、君は太陽だからだ。皆さんこんにちは、花子です。最近はもういい加減この下落には疲れたよという声が聞こえてきそうです。7月4日本日は独立記念日で米市場がお休みですが、現在の株価は年初来 S&P500 は 20% 下落、ナスダックは 30% 下落、ダウは 15% 下落。これだけ見るとダウを買えばよかったという声が聞こえてきそうですが、社会が不安になると昔からある財務諸表がしっかりした会社が多いダウが上がる、ナスダックが下がるというのは当たり前のパターンです。だから真ん中取って S&P500 が長期投資にはよく推奨されます。そしてこれを繰り返す。ナスダックが上がるとナスダックを買い、ダウが上がるとダウを買い、知らないうちに上昇している先が後退し、行ったり来たりの椅子取りゲームであぶれてる人。そもそも機関投資家の投資ゲームに踊らされたら損をするだけ。そんなもんに巻き込まれて一般人が売ったり買ったりして勝てるわけがない。一般人が勝てる唯一の方法は動かないこと。これ何回言われた？機関投資家の投資ゲームに踊らされたら損をするだけ。そんなもんに巻き込まれて一般人が買ったり売ったりで勝てるわけない。過ぎ去ると忘れられる投資のルールはたくさんあるね。株で確実に儲かる方法はないけれど、株で確実に損をする方法は知ってます。株価が上がった時にブームで入り、株価が落ちた時に今株を買ってる人はバカじゃないと捨て台詞を吐いて投資をやめること。だっていつもこの繰り返しですもん。株で勝つには平均的な人よりも賢くないといけない。平均的な人とは、株価が上がると買え、株価が下がると売れ、同じことして儲かるわけないってちょっと考えればわかるよね。株価の上下気にしないで毎月同じ額を投資する人は今は平均的な人じゃないってこと。じゃあ現状を把握しましょう。 S&P500 は過去5年間で 57% 上昇。2020年3月20日の底は2304ドル、現在の3825ドルはまだまだ上です。落ちる前よりもまだまだ上です。ナスダック100、過去5年で 104% 上昇。2020年3月の底に比べたら2倍ぐらい。いくら待っても来ない2番底。いわゆるディフェンシブ銘柄が多いダウですが、過去5年で 45% 上昇。ディフェンシブ銘柄とは、景気動向に業績が左右されにくい銘柄のこと。生活必需品である食品や医薬品、社会インフラである電力、ガス、鉄道、通信などの企業が代表的です。ディフェンシブストックと呼ぶ場合もあります。こうやって見ると下落で買うことは身を守ることにもなりますね。上昇した株が下落してもかなりの下落で買えばそこまで到達しない。そしてトータルで見ると今もてはやされているディフェンシブ銘柄のダウは 45% 上昇のところ、ナスダックは 104% 上昇。いいところだけを切り取っても意味がないですね。だから真ん中取って S&P500 というわけです。私が基本的に進めている投資方法はこれです。投資は余剰資金で無理をせず、基本的には S&P500 を 70% で、ドルコスト平均法で少しずつ投資。間違っても下落だからといって、初心者が数千万円の一括投資をすることなく、いつでも S&P500 は半分になる可能性がある。
個別株はゼロになる可能性がある。私がいつも勧めているものにシンデレラ買いがありますが、シンデレラ買いとは、シンデレラが12時にエレガントに王子様に追いかけられながら階段を降りるようにエレガントに下落しながら少しずつ株を買うというものです。一般的には難品と言います。難品とは買った株式や投資信託などが下落した場合に買い付けコスト、損益分岐点を引き下げることを目的にさらに買い付けることです。難、損を平均することから難品と言います。難品というのは言葉が可愛くないし同じ定義かわからないので、シンデレラ買いは別物ということで、私は買い付けコストを下げるという気持ちはあんまりないです。どちらかというと、あら今日はお魚お安いのねというお買い物奥様感の方が近いです。男性の方でもドレス着用で裾を指でつまみながら階段を降りるイメージでお願いします。私は6月何を買ったかというと、今月は正直マイクロソフト株だけしか買ってない。たくさん持ってるかと思ったらあんまり持ってなかったのよ。買った日は毎月投資の 20% ずつをこの図のように5回買った。でも今日もっと下がるならもう1回買ってもいいかなって感じ。6月22日まさにシンデレラ買い。そして私は毎月同じ金額を投資しています。それで花子はドルコスト平均法が分かっていないとよく言われるんですが、このやり方は自分で考えたと思っていたので後からドルコスト平均法を聞きました。本来のドルコスト平均法の意味は毎月同じ金額を決まった日に投資するというのは分かるんですが、それは積立NISAの 33,333 円ならいいと思うんですが、投資する金額が大きい場合はやはりそれではダメだと思うんですよね。例えば今みたいな相場の時は下落したタイミングで少しずつ買うシンデレラ買いがいいと思うんです。だから今日はそれをはっきりさせようと思います。花子式はこれです。積立NISAの 33,333 円は買う日は気にせず同じ日に月に1回引き落としで投資、残りの余剰資金はシンデレラ買い、毎月同じ金額を投資する、もちろん余剰資金で。題してEMAX SLIM S&P500 積み立て三木谷 NISA 白人女子好きプラス眠りの森の 2% 下落で1ヶ月分の 20% 買い出動、ハイブリッド方式で毎月同じ金額を投資、積み立て NISA は毎月同じ日に 33,333 円楽天から引き落とし、残りは眠りの森の非常方式で、例えば毎月15万円投資する人がいるなら 33,333 円は積み立て NISA の自動引き落としでいつ引き落とされても気にしない。しかし残りの 116,667 円は下落したタイミングで買う。だけど15万円と決めたなら市場がどうであろうと毎月同じ金額を投資する。ただタイミングはシンデレラ買いで、下落しなかったら月末に1ヶ月分の残りを使って買う。リスク低めなら S&P500 連動、リスク高めなら安くなってるけど有望個別株、眠りの森の 2% 下落で買い出動は ETF か個別株で、投資信託はタイミングで買えません。タイトルが長い。花コスト平均法になると思ってました。じゃあこれにしよう。花コスト平均法で。私も株を買うときは最近は遊びを結構入れてるんですが、リスクは認識しています。株式市場には潔くない人たちもいて、大儲けを狙ってリスクを取ったのに損をするとギャーギャー騒ぐ、これは恥ずかしい。大儲けを狙ったリスクは負ける確率も高くなる。マイルドな儲けを狙ったリスクは勝つ確率も高くなる。後から文句を言う恥ずかしい投資だけはやめよう。リスクが高いと低いの意味がわからないと言われたので簡単に説明しよう。リスク低めの投資、長期 S&P500 連動、米国株、現物、ドルコスト平均法。リスク高め投資、短期個別株、レバレッジ、中国株、信用取引、空売り、FX、一括投資。レバナスと個別株なら個別株の方がリスクが高い。潰れたら終わりだから。ジェネラティブアート NFT のようにこの組み合わせは何千通りにもできるので、そこは個々で考えていきましょう。私がおすすめしているのは繰り返しになりますが、米国株長期投資、基本は S&P500 70%、 残りで個別株やレバナスを買う。リスクが高くなれば失う確率も高くなるので個人の力量が関わる。だから自分のお財布とリスクを眺めながら自分らしい投資を組み立ててください。ということで今回の動画が皆さんが株を買う時の一つの材料となれば幸いです。投資は自己責任でお願いします。それではさよなら。
新しい会計クラスが始まります。高校生でもわかる米国株、初心者でも大丈夫、米国会計オンラインクラス2022年7月からの新しいコース受付中。基本的には簿記ありか簿記なしコースをおすすめしていますが、簿記ありコースはアメリカの大学で使う会計のテキストブックを使います。日本の簿記はアメリカから来たものです。コンセプトは同じです。アメリカの大学でアカウンティング1クラスを取ったら A が取れます。簿記なしクラスはテキストを使いませんが、実際のアメリカの決算書を使って決算書を読めるように勉強します。日本語の決算書もほぼ同じなので読めるようになります。自分の会社の決算書も読めるようになりましょう。株を買うときに決算書を読めるだけではなくて、自分の会社の決算書なども読めるようにしておきましょう。オンラインクラスの概要、 YouTube 限定公開でライブレッスン、毎週末1時間別途録画あり、決算直近の会社を使って勉強します。 Evernote 無料を使ったレッスンメモコピー可能、 Discord を使ったコミュニティでメンバー同士で情報交換、レッスン質問、詳しいことは www.financewithhanako.com まで。受付は7月と1月のみです。皆さんのご参加をお待ちしております。それではさようなら。